新庄さんこそ本当の天才。2022年から日ハムの指揮を取る新庄剛志。新庄は監督就任時、奇抜な行動で賛否が分かれていました。2022年は下馬評通り最下位だったものの、2023年は6月終了時点で4位につけています。そんな新庄の能力を評価していたのはイチロー。イチローは他球団ながら同時期にメジャーリーグで新庄とプレーしています。イチローは新庄のどのようなところから監督としての力を見抜いていたのでしょうか。新庄監督。新庄は監督初年度の2022年に清宮幸太郎や野村勇輝ら若手を積極的に起用。支配下登録の選手は怪我人以外全員を起用しながら日替わり打線を組み、チームの戦力を分析していきました。中日で監督を務めた落合博満は、選手をいろいろな視点で見て分析していることに、監督は見るのが仕事、選手を育てる、作り上げるのはコーチの仕事なんで、そういう意味で選手を見ていることは正しいと評価しています。また新庄は積極的なプレーから起こるミスを非難しない姿勢を見せました。万波中正は万が一失敗してもベンチのせいだという気持ちで思い切ってプレーしたと話しています。一方、選手の怠慢や消極性から起こるミスに対しては厳しい姿勢を取りました。その結果、緊張感を持ちながらも若手がのびのびとプレーできる環境を作り、各選手たちが成長しています。2022年は最下位に終わったものの、2023年は5月に4位に浮上。7月5日時点でチーム防御率 2.83 と守りの野球で勝つチームへと変わっていきました。この状況に野球ファンの間では、新庄監督ガチ有能説出てきたのマジで面白い、実はかなり優秀だったんじゃないか、あの戦力を率いて4位になったのは普通にすごいと称賛の声があふれかえっています。6月3日の巨人戦では、1点ビハインドの9回表に連打でノーアウト1・3塁のチャンスを作ると、代打野村は空振り三振に倒れましたが、続く清水雄志がセーフティースクイズを敢行し同点に追いつきました。この采配に真中満は、最初の野村選手には打力に期待して自由に、続く清水選手はバントもよくやっている選手なのでセーフティースクイズという形ですよね、ここは清水選手がうまくその采配に応えましたねと話し、選手の持ち味と状況に合わせた新庄の采配に賛辞を送ります。江本武則は、スクイズもあるんじゃないかというのは誰もが思うところ、そこで堂々と思い切ってやるところが新庄采配ですねと采配を評価。続けて江本は、日本ハムはゲームが面白いと期待を寄せました。そんな新庄を現役時代に評価したのはイチロー。新庄とイチローは一時期は人気を二分するトップスターでした。イチローが語った新庄の凄さ。新庄とイチローはどちらも守備範囲の広さと強肩を持ち、守備で見せる選手でした。新庄は NPB で10回、イチローは NPB で7回、 MLB で10回、ゴールデングラブ賞やゴールドグラブ賞に輝いています。どちらも名手と呼ばれるにふさわしい選手ですが、阪神とオリックスでプレーしたことのある元西篤弘は、守備に関して言えば新庄の方が上と断言しました。元西は、打球判断、捕球、送球の全てのレベルが違った、野村克也監督が投手を考えたほどの肩の強さもあった、足も速かった、もともと内野手だったためフットワークもいい、外野手に必要な全てを持ち合わせていたと新庄の守備を絶賛。一方、イチローについては、新人時代から見てきたけど最初はひどかった、投手をやっていた肩の強さと足の速さは際立っていた、打球への反応は悪くても足の速さで追いつける、身体能力に頼った外野守備が目立った、プロレベルではうまいとは決して言えない部類だったと話しています。若きイチローは元西の下で外野の特集を行い、歴代でも屈指の外野手に成長しました。続けて元西は送球についても、強いて言えば送球は新庄が上かもしれないとしています。元西は、送球は速く強く正確の3つが大事で、新庄は全てが揃っている、強肩だが状況によっては素早いモーションからバウンドで送球することも厭わない、イチローは遠くまで届くレーザービームでの送球を重視した、投げるまでのテイクバックが大きくなり時間がかかるようになったと話し、特に新庄の守備を称賛しました。元審判の佐々木正信は、新庄はポジショニングに強いこだわりを持っていました、
普通の選手は守らないところにいて、バッターと私が被っていたようで、よく審判さん邪魔ですと言われましたと、新庄の守備に関するエピソードを明かしています。古田敦也も、新庄のバックホームはエグかった、一郎とは違うよね、一郎はタイミングを合わせて綺麗にええ球投げるんやけど、飛んでる球だけで言ったら新庄の方がすごいのかもしんないなって思うけどな、と新庄の守備を高く評価しました。そんな驚異的な守備力を持つ新庄と一郎の数少ない対決を見られたのが1999年のオールスターです。投票数ではセパ全体の1位が一郎、2位が新庄となり、ファンもこの2人の共演に期待していたといいます。そしてオールスターの第2戦に新庄と一郎の見せ場が来ました。セカンドランナーが新庄の場面で高橋由伸がライト前ヒット、一郎は三塁を回れと新庄に誘いをかけるようにゆっくり前進して打球を処理すると、直後に本塁にストライク返球しました。ランナーコーチが止めていなければ新庄は完全にアウトのタイミング。さらに続くライトフライで一郎は三塁へダイレクト送球し、新庄は苦笑いしながらタッチアップを諦めました。一郎は新庄を意識していたようです。そして二人は2001年に共に MLB へ挑戦、2002年には MLB での初対決が実現し、試合後には一郎がメジャーで日本人選手同士が対戦する経験ができるのは素晴らしいことと話すと、新庄は楽しかったですと話しました。このように共通点があり、お互いを意識していた二人ですが、一郎は僕はヒットにできるボールをヒットになる打ち方で打っているだけ、ヒットにできそうにないボールを毎回違うフォームで打っている新庄さんこそ本当の天才ですとコメント。また自分は天才でも何でもない、ただの努力家、天才とは新庄さんみたいな人とも話しました。一郎と新庄のバッティングを比べると、新庄は高く上げた腕と不安定な下半身の構えの打撃に見えます。しかしリーグに関係なく毎年2割5分前後の打率を残しました。また勝負どころではノーサインでバントするなど、勝利に結びつくプレーができる嗅覚も持ち合わせています。投手に合わせて打つのではなく、自分の打ち方や方法で投手を打ち崩し勝利に導く新庄を一郎は天才と感じていたのかもしれません。また自分の打ち方で打つには、相手投手を自分のペースに巻き込む必要がありました。自分のペースに巻き込む力は監督になれば選手たちを巻き込む力になります。一郎が評価した新庄の才能が監督として選手を巻き込んで成長する力となり発揮されているのかもしれません。新庄の監督力。新庄の監督力について中日で活躍した川上憲伸は、新庄さんはああ見えて根拠のないことはしないと話しました。川上は、自分が現役時代の2004年、落合政権になった中日は戦力底上げ 10% と掲げて新戦力は補強しなかった、それでも優勝できました、まさに損しているものを減らそうというイメージの監督業を新庄さんもやっているのかなと話し、自身の恩師であり名将でもある落合を引き合いに出してコメント。続けて、プロ野球選手は遠投力がある、走力がある、打撃力がある、遠くまで飛ばせるといった個々の能力が評価軸になるんですけど、試合の中で結果に結びつくかどうかはまた別、新庄さんは落合さん同様そのギャップを埋めようとしている気がしますねと話しています。川上は捕手をベースより前に座らせて投球練習をする様子からも、あの練習はメジャーのブルペンではよくある手法で、目的はリリースポイントが前になっていくんです、おそらく新庄さんは自身がアメリカで得た知見を踏まえ投手陣に実践させているんだと思いますと、根拠のある練習をしていると評価しました。ヤクルトで野村の教えを聞いていた真中は、阪神で教えを聞いた新庄に、人間観の部分やマスコミやファンとの接し方といった部分で野村克也さんの教えを学んだんじゃないでしょうか。楽しみにしています。新庄監督ならきっとやってくれるんじゃないかと期待を寄せています。また新庄は選手たちのためにすぐ動きました。監督就任直後の2021年11月、新庄は守備力強化のために札幌ドームの人工芝の張り替えを直訴。日ハム統括本部長は当時を振り返り、当時の巻き取り式の人工芝は薄くて、スタートを切るときに芝がずれて一歩目が滑ってしまう、キュッとうまくスタートを切れないので守備で見せられないということでした。
と語りました。この時点で交換予定まであと2年ありましたが、新庄の熱意に押され人工芝を交換、補殺数をインセンティブに加えてほしいと希望するなど、選手たちの全てのプレーが評価してもらえるように球団に掛け合っています。そんな新庄は2022年に行われた元アスリートの人気投票でイチロー、浅田真央に次ぐ3位につけました。ファンも新庄のスター性に魅了されているのかもしれません。イチローが天才とまで言った新庄、新庄は才能に頼るだけでなく現役時代のノウハウや野村から学んだことを選手たちに伝えて日ハムを改革しています。センス、根拠、経験の全てが合わさり、新庄の監督としての進化が発揮されれば優勝も夢ではないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。